アドバイスのみさん、こちこでそれでは今回なんですけども、ペイペイモール総額100億円、ペイペイフリマなど、最大20%還元のお得なキャンペーンが11月よりスタートということで、今回はつい最近サービスが開始されたペイペイフリマ、そしてペイペイモール2つのサービスが大型のキャンペーンを発表したので、そちらについてサクッとお伝えしていこうと思います。 それではまずは PayPay ペイペイフリマからですね、最大20%相当が戻ってくるキャンペーンということで、画像にも出てる通り、期間は11月の1日から12月の25日までと、ちょっと長めで開催がされます。これまで iOS 版のみ対応だったんですが、Android 版も今日から使えるようになっています。 で、気になる還元率ですが、もし PayPay フリまで PayPay 残高で支払った場合がこちらですね。合計最大20%還元度を右に出ていますが、これは左側の条件を全て満たしている状態はこの場合ということになります。なので、もしソフトバンクユーザーでもなく、プレミアム会員でもない場合は10%還元。プレミアム会員になっている場合は合計で15%還元。 そしてソフトバンクユーザーでプレミアム会員の方なら20%還元ということになります。まあこれらはペイペイ残高で支払った場合ということになりますね。まあちなみに還元されるのはペイペイボーナスライトがほとんどなんですが、一番左にもあるように通常のペイペイボーナスも還元されるようになってますね。ちなみにクレジットカードで支払った場合はご覧の通りペイペイの部分がなくなるのでプレミアム会員もしくはソフトバンクユーザーであれば最大で10%還元を受けることが可能となっています。 で、このサービスでの付与上限は付与日なんですが、PayPay ペイペイボーナスライトの場合は、1回のお買い物で1000円相当、月に3000円までが上限となります。で、付与されるタイミングは、2019年の11月に使った場合は、2020年の1月。そして、2019年12月に使った場合は、2020年の2月に付与がされます。なので、通常の PayPay ペイペイボーナスの場合は、翌月の付与なんですが、このキャンペーンの場合は、使った翌々月となっていますので、お気をつけください。 まあまだこのペイペイフリマ自体はサービスが始まったばかりということもあって、まあご希望の商品があるかどうか現時点では何とも言えませんが、まあ実際にこの20%還元というのは大きいと思うので、利用される方は公式ページをしっかりと確認して利用してみるのもいいのではないでしょうか。まあ一応ペイペイフリマの紹介はここまでで、次はこちらですね。ペイペイモールについてなんですけども、ペイペイモールで100億円相当上げちゃうキャンペーンということで、こちらもペイペイフリマ同様で最大20%が戻ってくる、またもやインパクト デカめのイベントが開催されます。キャンペーンの期間はちょっと長めで、2019年の11月の1日から2020年の1月31日までとなっています。で、公式ページには、この PayPay モールのキャンペーンに関しては延長の可能性もありと記載がありました。 対象ストアは先ほどのこの PayPay ペペモールでここ気をつけてほしいのはこの対象外の商品とかストアなんですけどもまあ今出てる通り Yahoo ショッピングやロハコあとはプリペイドカードやギフト券など今出てるものが対象外のストアとかあと商品となりますのでここは注意が必要ですねで気になる還元率なんですけどもこちらも公式ページそのまま引っ張ってきましたまあ早速左から見ていきたいと思うんですが通常の PayPay ペペモールで PayPay ペーペー残高や Yahoo ーカードを使ってお買い物をしたらまずここは2%が還元されますそして今回の100億円相当を上げ ちゃうキャンペーンで9%が加算されるので合計で11%が還元されますさらにヤフープレミアム会員に加入されている方そしてソフトバンクユーザーやワイモバイルユーザーでスマートログインやエンジョイパックなどの条件を満たしていた場合は、まあ、これで合計が20%が還元されます、まあ、これを見たらかなりソフトバンクなどのまあキャリアを利用されている方であれば嬉しいキャンペーンですよね付与上限は付与日なんですけども月に1万円相当までとなってます、まあ、これは9%相当の ペーペイイボーナスライトが上乗せの分の付与上限ですね。 ペイペイボーナスライトの付与日は注文日の翌週から3週間経過後の木曜日を予定となっています。最後に還元される額をそれぞれキャンペーンずつまとめると、ペイペイフリマの場合は2ヶ月開催されるので2ヶ月 ×3000 円相当。そしてペイペイモールの場合は3ヶ月開催されるので3ヶ月 ×1 万円分が最大で還元されるということになります。まあちなみにペイペイモールの場合は延長もあるので、この還元される額が上回る可能性も出てきますね。そんなこんなで今回はペイペイフリマのキャンペーン そしてペイペイモールのキャンペーンを簡単ではありましたけども一部抜粋してお伝えさせていただきました。まあ今度の11月11日に開催されるヤフーショッピングの大型のキャンペーンなどもあるので、まあ、かなり11月はオンライン上でのペイペイ決済がかなり盛り上がりそうな感じですね。まあ、下の概要欄に今回参照した公式リンクを貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。それと少し話は変わりまして、先日僕と同じキャッシュレスやお得情報について発信しているタビザルシンポイさんというユーチューバーさんがいらっしゃるんですが、その 方がお得情報を発信をしている方を主にピックアップをして4名の方を紹介していましてなんと嬉しいことに僕ゆずひこも紹介していただきましたしんぽいさんありがとうございます いやー、そして僕もちょっと動画拝見させていただいたんですけども、見事なモノマネでしたね。皆さん知ってる方ばかりでめちゃくちゃ笑わさせていただきました。ちなみに僕の普段の挨拶は、はい、どうも、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。これが正解で、そして半分人間で、半分猫のスタイルで、どちらとも名前はゆずひこという設定でやらさせていただいているので、皆さんこれを覚えていただくと嬉しいです。下の概要欄に旅猿新ポイさんのチャンネルのリンクも貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は 以上ですご視聴どうもありがとうございました。